するしない？それでは今回の麻雀の匠ご覧ください。それでは第4局開始です。皆さん手牌を開けてください。白鳥さん、ペーチャー、ドラはウーピンです。お、今回ドラが1枚チューンがトイツで、はい、ワンズが2233、はい、4トイツですか。そうですね。どうしましょうか、まあ、この手は、はい、トン一局の手とは違って、うんうん、チュンポンしちゃうとやっぱり守備力にも欠けてしまうのと、うん、上がりもそこまで見込めないかなっていうのがあるので、この手は僕はチュンは仕掛けないで、かなり今回の自敗泣かないんですね。僕は泣かないです。よくトイトイダッシュってあるじゃないですか、最近流行りのトイトイダッシュ、はい、聞きます。もうやらないです、うん、やらないですね。やらないです、はい。まあ、チートイツか、それかまあ、あトンは、はい、下茶の親のね、はい、よく大役、まあ、他の、まあ、例えば最高位戦の選手とかだと、まあ、村上さんとかって結構超えて入ってからね、うん、第一打トンとか打つとか、それ匠でねお話ししてくださいました、はい、村上さん、すごい、まあ、村上さんもちろん強いですし、スタイルも確立してる方なんで、でもそれでもやっぱりトン切らない人と切る人に分かれるじゃないですか。分かれますね、まあ、やっぱり僕は切って泣かれた時がすごく損、うんになってしまうと思うんで、僕は終局までトンを切らない可能性もある手牌だなと思うんですよ、この手、はいはい、なんで、この手はトンを切らずに、一番、形が悪いところから払っていくんですけど、ペンちゃんから、はい、想図ですね、はい、払っていきます、うん、はい、切る順番は一応、はい、チートイツがあるので、トイメンの第一打急走というところから、はい、パーソーが、持たれてないんじゃないかというのもあるので、僕は急走合わせて打ちます。純粋にまた急走が減ってますしね。はい、そうです。親が流れるように自敗を手から出していきます。迫力あるからねそもそも見た目ですか。見た目の話ドッポさんですね。ドッポリオン、うん、あ、よくご存知で、はい、ここで早くも考えたのは上茶ですね。悩んだ結果リャンピンドラ筋ですね。まあ、これはやっぱりちょっと守備的に行きたいんでパースを打ちます。うんうんうん、支配を貯めて。ペイ自体もでもションパイです。うん、だからやっぱプレイヤーによって結構違うんですよね。僕だったらこのペンちゃん落としになってるけど、はい、村上さんだったらトンペイってなってるかもしれないし、他の人だったら打ち手によって全然違うんで、やっぱその打ち手の情報っていうのはすごい大事に僕はしてるんですけど、今回そこまでペンちゃん落としですよね。はい、役配からの。2つ足りてそうだなって普通は思うし、うんうん、僕のも2つ足りてんのかなと思うんですけど、僕のはただ引き気味に構えただけじゃないですか。意味合いが違いますよね、はい、同じペンチャン外しでもこういう人もいるんで、やっぱそれは打ち手の研究が必要かなと、うんうんうん、今回ちょっとまだねよく白手さんわからない人集めて、そうなのよすいませんそうなのよ、全員タッキー置いとけば結構いけんのよこれ滝沢さん3人呼べなかったんですいません。はい、なんか真ん中が出てきましたね。ねえ、もうローワンですか。でもトイメンもね、うん、早いか。うーわ、今のうーわはどうする。211って負けなんだよEP2 つあったのもういらないってことなんですね。そうですね、まあここは自然にやっぱりでも、はい、自分がドラが1枚あって、じゃあ超都合よく考えると E マン3層とか引くかもしれないんで、はい、一応ペイ切りますね。ペイションパイで安全とは言えないですし、対面の試合もちょっと不穏なんで、春つての候補も出してきたわけですね、はい、今の言いそうで。でもやっぱり今回これぐらいの手形ですと周りのことの方が気になっちゃいますよね。いやもちろんですよ、周りとのやっぱ距離感ですよね、はい、対面はピンズの本質なのかなとも思うんですけど、それだったら遠い可能性もありますね。ありますね。次はどうだ、パーピン、どうしましょうか、うん、いろんな選択の幅が出てきましたね、はい、まあ僕は相当守備的に打ちたいんで、うんうん、この手牌はトンは触らない、トンは触りたくないですね、うん、切らない可能性もあるんで、となると、うん、やっぱ候補としてはドラ
が使えた時に前に出れるような形にしたいんで、はい、あのイーソーを打ちます。今回はこの形仕掛けていくことも今のところないといった状況ですから、す、ねはい、親がトーンを切りました。これに合わせます？合わせないです。親の現物キリッとされてますね今ね、うん、危ない絶対ダメこれは収納ですね。まだじゃあ収納、はあ、ローソーが場に2枚切れ、これはまだいきます。はい、神社もちょっとやっぱあの怖いですけど、はい、手整えてるんだなって感じで、うんうんうん、まあ、今回ようやくトン4曲にして問い目の人が変則的だなっていうぐらいで見えますね、はい、今度は E1 手出しです、うんうん、まあね、真ん中のカンちゃんね、こいつはやべえぜドラウーピンだしな震え始めますね。あ、こいつはやべえ。でも見なきゃいけないのは一箇所じゃないのがね、また難しいところですよね。はい、そして手は進まない。うん、まあでも3層切るか、まあいろいろあるんですよ。はい、上茶の安牌と下茶の安牌残しつつ、うん、チートイツだけに絞るか、まあ、手配が無理そうなんでチートイツだけに絞るかっていうのもあるんですけど、あの僕的にはこの瞬間に天牌とかもあり得るかなと思うんで、今のこの手配からの宝珠はマジでやってないんですよやってないんで、悪ですか？マジで悪ですねやってないんで、あの一応ですよ、この手牌が普通の手で上がるのは無理と見て、あのチーピン、神茶のチーピンを打ちます。神茶にもう絶対打たないように、はい、とりあえず、まあ張ってるか張ってないかはまだ明確に分かりにくいですけど、うん、まあ、張ってないことの方が多いですよ。たまに合う事故には備えたい。そうなんです、うん、特に赤ありだと闇天の漫画ってすごい多いんで、はい、あのそういう意味で僕すごい守備的に見られがちなんですけど、確かにね、今白鳥さんトラ1個も持ってるだけで、あとちょっともう何もやばいよこれはやばいって、周りの打点のね、はい、上がる範囲がちょっと多すぎますもんね、見えてない数が。まあ、これで、はい、チンピンを先に打っててローソースースを手出しなんで、あの、ウッパーピンを先にターツ固定して6ブロックに構えてる以外は当たらないですね、神茶がもしテンパってるとしたら、はい、なんでパーピンはほぼほぼ通るし、神茶、ね、まあ、が脳天のこともあるんで相当通るという理由でパーピンを切りたいなと、パーピン親の現物、はい、思います。はい、もう自分の手の進め方というよりも周りを本当に意識しての牌選び、ね、E1 は 2枚切れでしたね。しかもこれちょっとプレッシャーにもなると思うんですよね。僕ドラウーピンじゃないですか、リアミッターゾとして、こんな守備的な思考の打牌が周りにの威圧にはなってるかもしれないってことですね。ビビねかなって、いや可能性ありますよ、思ってるんですけ ど、はい、どう結構一緒に打ってたらちょっと怖いって思います。まあ、僕なら思うんですけど、私でも思います。違い出てきたよ。でもそれ以上にいい手だったらもうやってきます。そうですね、はい、まあ、リーチやってないんでね。そうなんですよ、うん、分かんないってパーマン打ってもいいんですけど、はい、やっぱ先ほどのあれと一緒であのかなり安全に行きたいんですけど、うん、このまま打っていても手詰まる可能性が高いと。そうなんですよね、はい、あ、それが、ま、マージョンの方が難しいところでもこう全員に対して最後までしっかり対応できるかというと、まだちょっとこの9巡目、うん、不安は残りますね。やっぱりパンパンのイシャン天下天敗だとは思うんですよね、神茶ですね、うん、なんで、まあ、それでこの手から宝珠になるのは嫌ですもんね。なんで3層打ちます。はい、3層筋、親は小層、九層と切ってきました、はい、問い目は E マンが統一落としだったんですよ、はい、なんでチート率もなくて、うんうん、まあ、ほぼほぼ本一に限定されるかなと。9ピンにポンの声、パーピン早めに切ってるんですけどね、はい、3層が出てきた。さあ9ピンということはタンヤオではない。そうですね、はい、で染めているわけでもなさそうですもんね、はい、
親はどんな形、手役、そして打点なんでしょうか。まあ出てない役配がね、まあ、でもチュン出てきましたね、はい、やる気ってことですか。神ちゃんも、神ちゃんもやる気ですね、うん、でもチュン安牌になりましたね、はい、ただあの対面が一応数層切ってきてるじゃないですか、はい、切ってます。この数層って例えば今キューピンポン点であの万が一ですよ、はい、厄介がんこ、うんうん、ドラガトイツ、うんうん、一数層とかで当てる可能性のある数層を一応切ってきてるんで、あのってことは対面も一応勝負にはなる形にはなってると思うんですよ。でそこのあ今チーソーって当たらないんですけど、うん、全員に通るんですけど、うん、そこのチュン短期とかにも当たるのがすごいバカバカしいので、うんうんうん、僕はここチュン切ります。粘りません。もう最後のこう対面の当たる可能性になるような牌も先に処理して、はい、対面のちょっとチュン短期とかもね僕は嫌なんで。でもすごいですね、白鳥さん以外皆さん前向きですもんね。めっちゃ前向いてるね。俺危ねえじゃん。どうする。ね、スーピンもさらっとつむぎりました、かみちゃん、はい、チュンは全員の安全牌になったんで先にチーソー行ったんですね。そうですね、まあ、チーソーもまあ全員に通るんですけど、うん、あ、まあ、あの対面には現物じゃないですけど、はい、まあ、通りますね。あ、パワーワンポンですって。マンズ泣きましたね。そしてシャア、なるほど。じゃあピングのターツも外してローソン数層も外してマンズを泣いたと。でも6もねローアも3枚ですし、うん、マンズ下もねかなり白鳥さんの目から見えますからね、はい、染まってるってことはないんですかね。あの僕結構マンズをここで手厚く持っちゃってるじゃないですか、はい、だからあのないとは言い切れないと思うんですけど、うん、相当薄くて、というのも自敗があと白、はい、しかないのかな、だけですか。トントンも、ここで切って、ね、ここで切ってて親が1枚切ってる、はい、でまあ、ここで切ったタイミングではローソー、まあ、数層でここで重なってなかったかもしれないですけどあるとしたらトンなんですけど、あとの白っていうのはやっぱりこっちが持ってそうだなと思うので可能性として、うん、やっぱりキューピンポンですもんね。そうですね、どちらかというと形が決まってたりとかトイトイだったりとかそっちの方が多いかなと思います。対応はしきれそうですか、うん、そうですね、あ数層が、あの数層を切ってからつもぎり続きなんで、うんうん、はい、数層を打ちます。今通る数層を打ちます。はい、親が積もった。今回はハクがおっしゃった通りあんこで両面ドラドラですから的確でございます。ハクドラドラテンパネしまして2600オール親のつも上がりとなりました。さあでは全員の手を確認してまいりましょう。皆さん手を開けてください。難しいですね、やっぱね、陳逸ですね。はー、ありましたね材料。まあもうやっぱりピンズと総勢にブロック落としてるので、まあマンズが寄ってるとかなりねあの出てマンズ出てるんですけどね、そこまでのね数ワンチーワンインワンあたりは声が出てなかったんですけど、そうですね、枚数足りましたね。恐ろしいあの攻撃に合うところでしたね。そうですね、まあ、ただまあもうそのマンズの本マンズの陳逸っていうのもやっぱり警戒しなきゃいけないんで、ね、読みにねありますからね白鳥さん。でも皆さん今回どう見てもこれ白鳥さん4番手でございます。でも4番手も4番手よ。いやこの手配8番手ぐらいかもしれないですね。そうですね、まあ、ただこうやってそのぶつかってる時に、はい、今つま上がりで決着しちゃったんですけどやっぱぶつかって放銃っていうパターンがあるんで、ありますもんね、やっぱそれを意識して自分は絶対失点しないように打つっていうのがやっぱこの曲はポイントだったかなと、うん、かなりスタートからね、そうですね、守備の意識高めての、はい、親の時とまたガラッと変わりましたね。そうですね、うん、さあ実際は積もられてしまったので、はい、展望は少し減りましたが読みは的確でございました。白は親のあんこでございました。ご名答でございます。さあご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。